コズミックイラの歴史、ユーラシア西部、ドイツのベルリンだね。地球連合軍のデストロイガンダムとの決着ね。状況はブレイクミッションの時と変わらず？データを見る限りはそうだね。ただ前回失われていたデータは全て元に戻ってるよ。第二次夜勤ルーエ攻防戦の英雄キラ・ヤマト君のフリーダムガンダムね。それにザフト軍の強襲揚陸艦ミネルヴァもね。つまり向こうのエースパイロットが出てくる。確かシン・アスカ君、彼がデストロイガンダムのパイロットエクステンデッドの彼女と知り合いなのよね。そう、連合軍第81独立機動軍ファントムペイン所属、ステラ・ルージェさんのね。地球連合軍の強化兵とザフト軍のエース、敵対する組織同士の共感、あの時と同じね。宇宙世紀のティターンズとエウーゴ、これも意図的に用意されたブレイク現象なのかも。ともかくこれで役者は揃ったよ。ステラさんの上司ネオロアノーク大佐も出てくるはず。そして私たちがやるべきことも決まってる。行きましょう小隊長。ベルリンの街は、はあ、デストロイガンダムの仕業だね。やっつけなきゃ。怖いもの全部。こちらガンダムアムロレイです。援護します。こちら地球連邦軍コーンウラキチュイ、援護します。ベルリンの街はこんな。キラ君、私たちも協力します。小隊長さん、すいません。ザフト軍の強襲揚陸艦ミネルヴァが接近中。連合と敵対してるけど私たちの味方ってわけじゃないのよね。敵というわけでもないんです。少なくとも今は。まずはモビルアーマーを。まもなくベルリン市街。ミネルヴァの動きはまだないけど、連合の方はファントムペインの隊長機が出撃したよ。確かロアノーク隊デストロイの援護に出たのかしら。フリーダム、チッ、あいつらなんて大きさだ。こんな怖いもの全部。気をつけろ、ストラ。そいつはフリーダムだ。手強いぞ。なんだろうと私は。そうだ、ステラ。出ないと怖いものが来て私たちを殺す。怖い。ステラを。僕はどうすれば。ネオ大佐からの指示を遮断しないとあの強行は収まらない。くそ。どうしてこんなことを。ミネルヴァもスクランブルに入った。彼が来るよ。それまで持ちこたえて。デストロイガンダム、すごい耐久力。両電子リフレクターに加えて特殊装甲の関係でビームが効きにくいんだよ。小隊長、リグダムにサイコガンダムとの戦いを思い出して。みんな消えろ。こんな無意味な破壊やめろ。やめるんだ。そう、やらせません。フリーダムめ、なぜネオの邪魔をする。このやつ消えろ。ザフト軍のモビルスーツこちらに接近中。すごく速い。あれは確かインパルスか。ステラ、焼き尽くす全てを。なんなんだよこの化け物は。このどうしてこんなことを。なんでそんなに殺したいんだ。今の動き、彼はもうここまでの力をつけている。こいつさえ落とせば。やめろ坊主。何を。あれに乗っているのはステラだぞ。
何をやっている。的になりたいのか、インパルスのパイロット。俺だよステラ、わからないのか。いや、死ぬのは嫌、怖い。ネオ大佐はどこから通信を。上空で制空権を抑えながら指示を出してる。どうにかして無力化しないと。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。敵をここで食い止めるんだ。やってくれ。そこか。こいつでどうだ。で、ああ、あのウィンダム、なんだ。そうか、そこだ。何、ネオ大佐さんのウィンダム、撃墜を確認したよ。これで。何も知らないで、あんたたちは。ステラ、ステラ、俺だ、死んだよ。怖い。ステラ、ステラは俺が守るから。死、ステラ守る。ブロックワードの対になる言葉。止められるのか、このモビルアーマーを。なんだ、お前は。お前が敵、私たちを殺す敵。ネオ大佐さんを撃墜したフリーダムガンダムは、まさに彼女たちを殺す敵そのものなんだよ。フリーダム、なんだよ、そんな。なんで。こうなること知ってたの、サクラ。これが正しい歴史なんだよ。お前やめるんだ、ステラ。リカバリーできた。くれ、今だ。お疲れ様、小隊長さん、犬姉さん。あの結末は史実の通り、気を落とさないで。こんなのあの時と同じじゃない。フリーダム、インパルス、そしてデストロイ、ガンダムが関わる歴史は変えられない。あの後キラ君とシン君はどうなるの。最悪の方向に進んじゃうんだよね。デストロイと敵対したフリーダムガンダム、キラ君に対してシン君の敵外心は限界にまで達しちゃう。あんたがステラを殺した、止めようとしたのに。でも彼女は錯乱状態だったのよ。実際フリーダムガンダムの姿を見ただけで。そういう理屈じゃないんだよ。シン君は全対戦のオノゴロ島攻防戦で理不尽に家族全員を失ってるから、なおさらね。
理屈じゃないから納得もできない。だから戦争は終わらないということなの。ブレイク現象によってはまた彼らと会うこともあるかもね。多分運命のガンダムに導かれて。ガンダム、宇宙世紀とコズミックイラ、異なる歴史で類似した避けられない悲劇。私と小隊長はそれを管理システムに意図的に見せられている。